俺の後についてこい。俺の歩く道が道だ。めっちゃ沈むわ。はい、今8時半、今日はちょっと風強いんで遅めのスタートで、前白根さん、前白根さん、はい、行きましょう。これさ、スキー場さ、どこへ登っていくん？そこだよ。あそこで入っていくん、あ、よかった。トップを右に入ってる。なんだよ、これすげえ上なの。これ、これじゃねえだろうなと思って。スキー場登ってきて、なんか怒ったやついんな。嘘やろ。いいね。あ、ない。あ、動画のために、すいませんね、なんか。取れ高とりあえずスキー場登って、ここから山の方に入っていきます。行きましょう。昨日雪降るっていう予報もあったから、あれだよね、今日雪が、雪のなんだろう、状態によってはそのスタートが遅かったから撤退か減点下段、まあそれ登りながら様子見て行こうと思ったけど、この調子だったらいけそうだよね、普通にね。それなんな。そうしないと力入んない。そんなアイゼンの履き方見たことないんだけど、ちょっとあと金具前出過ぎだけど痛くない？それ痛くない、ならいいけど。じゃあアイゼン履きましょう。あのさ、俺年末にさ、手怪我してさ、その山登れなかったじゃん。ほんで最近さ、徐々にっつんでさ、その医者に言われてさ、今日山登って、いや、来てるじゃん。つまり要はリハビリ登山なわけじゃん。そうじゃない？あ？そうでしょ。ああ、これ待って、急登じゃねえ、十分。急登だね。リハビリだよね。そうだよ。おお、そうか。いや、リハビリ登山だからもっと緩いんだと思ってたよ。稜線ないから。あ？稜線ない。ああ、そうだね。緩い。ああ。いや、思ってたより全然急登だったなって。昨日雪降ったな、これな。雪降ったねって。表面サラサラ。歩きづら。なんて？つま先走歩。つま先？つま先走歩。ああ、つま先だけのが歩きやすいよね。ただ、ふくらはぎパンパンになるんだけど。全然。え？いや、でもリハビリ。リハビリってなんだ、マジで。めっちゃ富士山見えるけど、あれ富士山？あ、めっちゃ綺麗に見えんじゃん。めっちゃ富士山だよね。多分ね、これ GoPro 映ってないと思うけど。すごく楽しい道だね。おお、風すげえけどな。何やってなんそれ、これ何、 YouTuber のあれ過剰な演出。何やって何やって、演出、演出もすごい疲れる。演出だったわ。何やって、それやらせ。さっきのもやらせ。バラと何、あの、とりあえず外して大変なとこあるって。演出だこれ。ウケる。じゃないの、あれじゃない。
なんか池かの間かと思ってたら千条ヶ原だね。ああ下の。で右のはあれでしょ、中禅寺湖。右のは中禅寺湖。目の前南大山。目の前南大山で目の前が。おやつ。そうで全部お前大昔じゃん。白いんが千条ヶ原。はい、トレースがなかったんで登ってったら多分ミスってるんでルート修正します。埋まってる。あ、この辺っぽいね。どうだろう、あれ。いやーめっちゃ沈んだわ。あんま変わんなくね。はい、じゃあ復帰。うん、まあ、すぐ戻ってことだね。と思ったら。これで沈まないなと思った。ウケる。変わんないじゃん。これじゃないの。これだと思うよ。うっすらなんかあるし。これ何？天狗平？天狗平だって、はい、また風が、ね、じゃあさ、うん、あのさ、俺なんかさ、うん、演出って時にはもう道違った、うん、あ、マジで？あ、あれのもうちょっと。あ、じゃああれは演出じゃないんで、うんうん、あ、あれはガチなんで、うん、あれで楽しくなっちゃって調子こいたら、ちょっとラッセルしてたら、あ、ラッセル楽しくなっちゃったから行っちゃったんで、そう。無我夢中だったんで。確かに途中からさ、ちょっと雪深かったもんな。そうそう。何？これ上がったら山頂っぽい気がする。あ、そうな。うん、はい。あと30分ぐらい。うん。はい、行きましょう。ここ上がっても山頂じゃないね、多分。え？さっき山頂だったやん。絶対違う気がする。騙したん？うん。マジで？うん。もっとなんかこう。山頂って感じだったもん。いやいやいや、もう山頂だと思ったからすげえ。あとちょっとだって。そんな可愛らしい感じじゃない。マジかよ。あれが山頂じゃなかったらもう撤退ね。うん、確かに言われてみればなんかピークっぽいけどなんか違う。絶対違う。なんかね、今までそのなんつうの偽ピークに何回騙されてきたんだお前らっつう。学習しねえな。マジで。これまたゴーイングマイウェイしてんな。分かんない。面白い。なんでそんな道なき道行きたがる。ちょっと左にそれたら楽だよ。ああ、おもろ。俺の後についてこい。俺の歩く道が道だ。めっちゃ沈むな。これトレースじゃねえんかい。ああ、なんかある。なんだろう、あれ。あれ、知らねえさん？おお、めっちゃ見えるじゃん。登ってるだ。誰も何もしてない。登ってないってこと？うん。ツルツルじゃん。ちょっとさすがにあっちまで行きたくないな。ちょっと距離があんな。リハビリ登山じゃねえな、それは。自分も破けたし。まだ3回目でしょ、それ。3回目でしょ？ 3 回？うん、買って3回目。このズボン？うん、まあ泣いた。あれ、プチラッセルに夢中で3回目でズボンを破こんな。あれ、これ何？右のが前白根で左が白根さん？あ、すごいね、両方見えんじゃん、今めっちゃかっこいいじゃん。富士ちゃんも見える。富士ちゃん言うな。道があるとすごい楽だね。これ道ある？
道ある。ある。でもさ、うん、風がさピタってやんだよね。本当にさっきの手前ぐらいで。本当に全く風吹かないね。朝ビュービューだったね。で道はあるん。それ道あるん。何が？それ。うん、俺の歩く道が道だよ。さっきのとこ沈まないけど。いいね、俺の歩くとこが道だからなんかどんどん深くなってるけど。お、三角形やばい。山頂でしょ、すぐとこ。全然雪ないね。あ、そういうこと？風、雪が飛んでっちゃうわけね。日当たりもいいのもあるかもしれない。ああ、そう、両方か。やばいもんね、全然ないもんね。はい。じゃあ、これが前島ね、山頂。山頂。はい。今日はね、誰もね、他の登山者いなくて、いいリハビリ登山とね、なりました。何やってん？帰るで。帰る。